バレスタは RWC から発売されている CD、ドラマシリーズ。シナリオは高村浩治、キャラクターデザインは南條つぐみ。2006年夏から2007年秋までコミックゼロサム増刊、ウォードにてバレスタネバギバというタイトルで漫画連載がされた。発売は先にアニメート限定発売をし、その後一般流通で発売するスタイルをとっている。 アニメート限定版と一般流通版の違いは、初回特典がアニメート限定版のみ、タイトルの関数が一般流通版では R 表記であることなどがある。シリーズはファーストからサードまで前後巻ずつで発売している。登場人物、内容はファーストシリーズだけ違い、セカンドサードは新キャラ加入以外は引き続き同キャストで行っている。特徴として、 出演声優のアドリブがある。堀之内圭介の父親の経営している芸能プロダクションが存亡の危機を迎えてしまい、彼は会社を守るため世に数々の大スターを生み出した伝説の講師である殿村岩尾十郎に助けを求めた。圭介の事情を知った藤次郎、宮田英二高原葵の3人はそれぞれの思惑を抱え、 ケイスケを助けるために短時間で大金を稼げるアイドルを目指すことを約束。殿村の教え子であり、芸能人サラブレッドである坂崎匠をメンバーに加え、殿村の元でレッスンを受ける。彼らは殿村のレッスンに耐え、アイドルデビューできるのか。今から10年前、彗星のごとく現れたアイドルユニットバレットスター。 彼らは強烈な個性でトップアイドルへと駆け上がった。しかし、その活動はわずか2年という短い時間であった。人気絶頂なのにもかかわらず、あっさりと芸能界から引退してしまう。しかし、彼らの残した伝説は今も語り継がれている。現在、みんなの協力のか斐あって持ち直した堀の内プロダクションの社長に就任し、 日夜忙しい日々を送る堀之内圭介のもとに、元メンバーで、現在堀之内プロダクションに就職した、高原葵の老いと名乗る少年、高原翼と、彼の友人一の瀬克也が訪れてきた。翼圭介に、アイドルになる方法を教えてほしいと頼み込む。その理由は借金返済のために、アイドルになりたいという。親友の克也は、翼の手助けをすると共にやってきた。 そして昔、ケ介スケたちが所属していた、養成所の超落ちこぼれグループ、遠藤健作、神田良太郎、立花の美雪の3人もやってきて、成行から講師になることとなったケ介。スケ。彼ら5人は、第2のバレットスターとして、新たな伝説を刻むことができるのか、ありがとうございます。